今年のグランブルーファンタジー印象に残ったキャラクター6属性から1人ずつ輩出していこう。そうということで、どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日は、視聴者さんからリクエストいただきまして、ミザさん6属性の中で印象に残ったキャラ1人出してもらえませんかってみたいな、なんかこうこのキャラよく使ったなとか、そういう多分一番使ってるキャラクターだろうねをちょっと今回教えてくださいというリクエストがありましたんで、今回はこちらの方紹介していきたいなと思っております。2020年といえばいろいろ環境が変わったような気がしますけれども、そうだよね、変わったよね、なんだかんだ。六流武器の追加とかでいきなり格を上げたキャラクターとかもいるし、印象に残った一人むずいな、一人ってむずいね。なんですけど、ちょっといろいろ出していきたいと思います。それじゃあ早速いっていきましょう。アテナはエロいから出しただけで今回はチョイスされませんということで、じゃあまず非属性について挙げていくことになるんですけど、非属性か、誰だろうね。俺は正直、簡単に言うとアラなんだと思ってます。俺は今回もじゃあ最初サクサク言うけど、火はね、アラなんかな。今年のキャラで言うとミムルメモルでしょうね。ただ今年のキャラで言うとミムルメモルなんでしょうけど、非属性で見るのであればアラナンでしょう。はい。で、今回アラナンをチョイスしたのは他にも理由があって、今ね、注目されてんすよ、アラナンって。グランデ HL でアラナンを採用するっていう、サンダルフォンとアラナンを採用するんですよ。サンダルフォンとの一浴びで土属性にして、ナルメアでぶち抜いて、でサンダルフォン、アラナンで防御低下を入れるっていうパーティーが今一番メタなんですよね。グランデは今ちょっと流行ってる、それが研究されてるっていうような印象なんだけど、そこら辺多属性、無属性だけどねグランデって、土属性の中に一発突っ込む、デバッファー要因として突っ込まれるみたいな感じで、アラナンのその位置も出てきてるしっていう風に考えたら、なんかちょっと非属性の中では正直、今最新のキャラなんじゃないかな、アラナンはっていう風に思ってますね。一番熱いキャラなんじゃない。三アビがすごい強いし、アルバハ N とか考慮してもやっぱアラナン一アビが一ポチに対してのバリューがクソでかいんだよ。敵の防御、敵味方防御下がって攻撃力上がるから、デバフ要因としても1アビを1個打つだけでも火力がクソ上がるし、やっぱそういう意味で強い、しばらく不動でしょうねっていうぐらいの、防御加減にできて攻撃力上げれて TA と追撃持ってるわけだから、抜けようがないんですけど、単純に。アラナンは評価が現状特に非属性の中だったら高いんじゃないかなっていう気はしたかな。はい。で、次水属性。水むずくね。水むずいな。誰だろうね。存在感を発揮してるのは今年で言うと、ちょっと年初だけど水着コルルとかはあるんだけど、そうね、一番使ったキャラか、ちょっと見てみよっか。水属性の自分の編成見てみましょう。自分の水属性で思い出に残ってるキャラクターといえば、でも意外とこうやって見るとばらけてんだよね。俺の中でばらけてて、ね、ただ正直思い出に残ってるといえばマリア・テレサ・水着コルル・ルシオ、マリア・テレサ・水着コルル・ルシオあたりは印象に残ってたけど、一番使ってて印象に残ってるでポイント高いのであれば俺はハロゼッタですね。俺結構押してるじゃん、ハロゼッタ。今もやっぱなんだかんだ押してますね。一アビがすごい、思った以上にクソ強くてびっくりしたっていうのもあるし、デバフも持ってるし、フルオートでも優秀で、さらにその防御力の硬さにはすごい、そのロゼッタは惚れ込んじゃったから、今回で言うと今年で言うのであれば間違いなくロゼッタで、あとは普通に殴る水属性でね、ただね普通に殴るっていうのは奥義パ以外であんまりしなかったんで、通常軸で殴るっていうんだったら、さっき言ったようにコルル、水着ルシオ、あとマリア・テレサあたりは使ってたから、ちょっとそこら辺で気になってるって感じ。ただ水は正直どっこいどっこいで難しいかな。ただ強いてあげるとするのであればフルオートでの採用が一番多かった、ハロゼッタ俺の中ではっていうところで挙げさせていただきたいなと思っております。はい。で次、土。
あ、土はね、なるべくでしょうね。はい、えいっす。まあこれは去年のね、12月に出たキャラですけれども、まあ今年の存在感はナルメアでしょう。まあ特にさっきも言ったんだけど、土属性でサンダルフォンが使われてるっていう話をしたじゃないですか。サンダルフォンが、アナダルフォンが、まあ一浴びでその元素不和効果で土属性にして、でまあそこでクリスマスナルメアで敵をぶん殴るみたいな、まあそんな感じの編成が今ね、グランデ HL でちょっと流行ってるんですよ。うん、だから、まあ、そのあたりも込みで、まあ、システム的な運用もあるし、まあ、単純に土売り古戦場、今年もありました土売り古戦場でもその存在感を放ってたということで、フルオートでも使われてたよね。フルオートでも速度重視なら入ってたし、普通に使う上でも入ってたし、まあ、やっぱナルメアは今回の一番のキャラとして異論はないじゃないですか。うん、まあ皆無だろうとか言われたら、まあ、また一理はあるけど、まあ、とりあえず俺はナルメアかなっていうような印象でした、今年のキャラで言うとね。はい、で、風はね、変わり映えしないからな。の中でもまあ六流武器が来たという意味では存在感増したのはグリームニルでしょうね。うん、まあアンチラはずっといたよな、正直。アンチラグリームニルはいたんですよね、俺の編成の中では。よくフルオートで言うと、まあやっぱグリームニルだったんですけど、そうですね、この辺りの編成は使いがちだったかな。アンチラグリームニルティアマトとか、アンチラグリームニル誰かとか、まあそういうことが多かったんだけど、アンチラ多いな。なんか俺の編成アンチラ多くね。アンチラにしとこうか。うん、まあでも変わり映えしないのが寂しいかな。アンチラ1アンチラだけど、まあグリームニル、バレンタイングリームニルも存在感が増したという意味では、まあかなり選びたいチョイスだったかなっていうような気はする。まあ風属性はね、あんまり環境としては変わってなかったかな。新キャラクターの追加でも、まあそういう意味で言うとスーテラとかは面白いような性能をしてたんで、ちょっとスーテラはもうちょっと触ってみたいっていうような感じではあった。まあ来年に期待かな、風属性。はい、で次光で存在感あったのは、そうっすね、イオじゃない。やっぱりこれ今年だよね、イオ。いや、イオの最終はやっぱりすごい、イオの最終はやっぱり存在感あったよな。今までになかったよね、その編成としての考え方が。去年だったっけ、まあ何にせよイオはね、やっぱ4アビが来て、でこの4アビで1ターンに1億ダメージとか出せるようになったわけで、もうやっぱ他にもその普段よく使ってるキャラクターっていう意味では他にもいたんでしょうけど、俺フルオートでもイオ使ってたんですよね。そう、フルオートでもイオ使ってたし、割とまあイオをチョイスしてもいいかなっていうような感じはした。まあ、ただフルオート部門だけで言うのであれば、ルシオとかも割と存在感が増えてきてて、増してきてて、割とあれですね、いろいろ光キャラは使ったかなっていう印象があります。ただまあ通常攻撃で殴りますよっていう編成だったら、未だ変わらずに水着ハルマル、ハロウィンハロ、ハレゼナ、リミテッドジャンヌダルクみたいな構成になると思うんで、まあそのあたりは1月の光ユリ古戦場で答えが出るでしょうけど、まあ大きく環境としては変動がなかったかなっていう感じはしますね。まあ肉集めで言うと、これフェザーが追加されたから通常軸がありえそうかなっていうところで面白そうかなというふうに思ってますね。まあなんかちょっと布陣は巻かれてる感じがする。瀕死状態の時に大きく攻撃を上げるガベインとかもね、まあ、考えたらなんか、いつか覚醒しそうな、なんかちょっと大きく環境が変わりそうなオーラ自体は感じつつも、まあ普段通りかなっていう光は、そんな感じですかね。はい、まあ、闇は2人いるよな、正直。闇は2人いて、プレデターとオーキス。印象に残ってんのはオーキスなんだよね、俺の中で。というのも、懇親派の中でいきなり、懇親派としていきなり出てきたっていうところが俺の中でオーキスはでっかくて、まあ最初にさ、4アビないのかオーキスはみたいな感じだったんですけど、実際に蓋を開けてみたら、まあ追撃効果とかも、まあ、あと1アビ2アビも合わさって、
フレンド芝の渾身編成とかもありえたし、でさらに普通にこう殴っても強いしみたいな感じの渾身パーティーで大きく力を発揮しつつも、まあ、例えばだけどアーカー社とかってオーキス使って渾身パーみたいなの考えてたんだけど、まあ、でもそれでも排水とかはやっぱ使ってたんですよね。アーカー社の特殊技とか考えたらもう何も考えずにゾイニアビ使えば通れるから、排水パとかも、まあ、まだまだ全然現役だったし、どっちも優秀、捨てるとこないし、何を言ってんだ何を言ってるのか分かんないですけど、まあ、渾身パに存在感を増させたのは間違いなくオーキスっていう女の子のパワーがでかいので、それはチョイスしてあげたいなっていうのと、まあ、あと、プレデターですね。やっぱ強いよね、プレデターに関しては。まあ3アビ、2アビ、1アビもそうだけど、まあ1アビ、3アビがすごい注目されがちだったけど、前回の闇子戦場で言うのであれば、まあもともと知ってた人は多分多かったと思うんだけど、俺はあんま知らなかった。クリーピングシャドウですね、2アビ単押しっていうのもやっぱ結構強かったんですよ。そう、クリーピングシャドウを押すだけっていうのもトリプルアタック確定で追撃で2回行動を行うからダメージ的にも重ねられるんだよね。3アビ1アビっていう風に打つとどうしても火力的にはまあ十分高いんだけど、時間かかっちゃうよね、2ポチしちゃうから。でも、プレデターは2アビをポチって押すだけだから、押すだけでも火力高かったから、まあ、そういう使い方でもなんか存在感あったなっていう感じはしました。まあ、あとさっき言ったようにゾウイと起用した排水軸と、まあ、あと渾身オーキス採用の渾身軸ってあったけど、どっちでもやっぱ使えたよね。単純にどっちでも使えたっていうところでもプレデターは、強いなというふうに思ってますね。はい、まあそういう意味でどっちかなんだけど、どっちにしよっかな。まあプレデターかな、クオン使ったしエコヒーキー、アスカも言ってた、エヴァンゲリオンのエコヒーキーあんたなんて、まあそんな感じですかね。はい、ということでまとめていくと、火属性アラナン、水属性ハロゼッタ、土属性、クリスマスナルメア、風属性がアンチラ、光属性が、イオで、闇属性がプレデターということで、まあ無課金というか限定キャラじゃないというと、やっぱ闇と火になってんのかな。十賢者と、工場キャラクター、水だってハロウィンでしょ、土クリスマス、十二神将のリミテッドみたいな、まあそんな感じになってますけど、まあ割とね、やっぱまあ、まあここの是非に関しては特に言ってもあれですけど、まあこうやっぱ尖ってるキャラが多いよな、季節限定っていうのは基本的にそうだけど、何かしらこう一芸に特に秀でてる工場キャラクターって、こうあんまり尖ってない性能というか丸い性能をしてることが正直多いような印象なんだけど、まあやっぱ季節限定とか尖ってるからこういう排出のされ方をするんだろうなっていうのは正直思いましたね。まあそんな感じで皆さんもね、まあもしよければ6属性の中で使ったな、このキャラ印象に残ったなーってキャラあったら下のコメント欄に書いてみてください。いやこれはまあそうだよな、今年の総括でいうといろいろな思い出が去来していますが、はい、そんなグラブルを見直しながら来年にも、また楽しませていただきたいなと思った次第でございました。そんな感じです。それじゃあ皆さんまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。